朝ドラわろてんかあらすじ予告第31話「トウキチ」寄せ小屋探し開始11月6日月放送分危機物語北村屋の土地と家屋敷を売り払うことになったトウキチは天とつえ子と共に芸人仲間たちが暮らしている長屋に引っ越しました寄せを開業して一刻も早く。 貧乏暮らしから抜け出したいと願う藤吉でしたがそんな藤吉に杖子は釘を刺しました1ヶ月経って開業することができなければ寄せはきっぱりと諦めろと天とト藤吉はすぐに開業できそうな寄せ小屋探しを開始大阪の町中を探し回るものの都合のよい物件を見つけることができません一方 長屋の隣人となった万丈目たちが餅米を使わず雑草だけで餅を作ろうとしている姿を見るに見かねたつえ子が言いました「食材をもっと上手にけちることができると」つえ子は得意の始末の極意を満場目たちに伝えるのでした。